おい、言いたいことがあるんなら言ってみろや。若者をいじめて楽しいか。え、こいつ31歳だろ。本当にヤバいやつだな。キング本田を刑事告訴します。借金あるし、これから裁判始まるだろうし、人気もガタ落ち。これからどうすればいいんだよ。今回はキングことホストの本田裕介さんについてお伝えします。本田さんの名前が世間に知られたきっかけは YouTube チャンネル受験生版タイガーファンディングに出演したことです。ちなみにそのチャンネルは現在では青い令和の虎チャンネルに改名していることを補足として伝えておきます。あなたが思い描く未来の姿は、東大理三以外はカス。自学自習で30代に理三に行けることを証明したいです。最初からこのような感じで周囲に大きな不安を抱かせましたが、プレゼンが進むにつれその不安は解消するどころかどんどん増していきました。本田くんだっけ？君と話していると夢でも見てるんじゃないかって思えてくるよ。東大理三に行ける根拠とかってあったりするの？見た目で学力は分かりません。判断できる材料とかは持ってきてるかって話なんだけど、一体全体質問に答えてないよね。このように明らかにコミュニケーションの齟齬が発生し、場の雰囲気がどんどん悪くなっていきました。そして本田さんはアマソラクリニックの院長細江龍先生を尊敬していたそうですが、その先生からも厳しい言葉をかけられ続けました。東大理さんって面接なんだろ？お前はそれに 100% 落ちるから安心してくれ。ただそのような声にも負けず、へりくつレベルで返答していた本田さんですが、全て一蹴され、とうとうストレスが限界を迎えてしまいました。ここは志願者を潰す場所ですか？何言ってんだお前。意味がわからないので帰ります。そして本田さんはあの伝説のセリフを吐き、この動画は盛大にバズりました。若者をいじめて楽しいか。その後一度は辞めたホスト業を再開し、有名ホストどっこい翔平さんが在籍するお店で再び働き始めるも、トラブルメーカー気質は一向に改善されず、ついに首を言い渡されてしまいました。お前いい加減にしろよ。いい加減付き合いきれねえから。令和の虎バブルで本田さんのここまでをご存知の方が多いかもしれませんが、次からはそれ以降について見ていきたいと思います。前述の通り本田さんが注目されたのはバブル的なもので、それが弾けると一気に世間の興味が薄れていきましたが、令和の虎関係者は本田さんを気にかけていました。僕と一緒に投資チャレンジ企画をしましょうよ。このように話しているのは令和の虎にたびたび出演している谷本義嗣社長です。投資ですか？僕がキングに100万円貸しますから、投資で増やして130万以上になれば、借りた100万円と利益のすべてがあなたのものになります。え、いいんですか？ただし借りた金額を70万以下に減らした時点で負けとなり、1ヶ月川原ディレクターのチャンネルからホームレス生活を配信して借金も返すことになる。これでどうでしょう？この川原ディレクターはどっこい翔平チャンネルのメインカメラマンを務めており、本田さんが辞めてからも本田さんを何かと気にかけていた方でもあります。そして谷本さんの発言通り、本田さんは宿なし状態でした。投資家っていいですね。やってみます。こうして谷本社長とのコラボ企画がスタートしました。また谷本社長と同じく令和の虎常連の林直弘社長と茂木哲也社長もたびたび本田さんに絡んであげていました。林社長、今日はキングも連れてどちらに？パチンコ屋を買い取ったとか。いい線行くね。でも違うよ。ここはマンションですよね。ようこそキング邸。え、もしかしてキングのために借りたんですか？そうです。でもこれからもいろんな人と揉めたりするかもしれないんで、期間は半年にしています。もし半年間ちゃんといい子にしてたら延長するみたいな感じで。ちなみにこれは2024年2月のことです。キング、
これで毎日の宿は心配しなくていいから。ありがとうございます、頑張ります。しかしその後の YouTube 企画で本田さんと茂木社長の対談が組まれたことがありましたが、本田さんはとんでもない大失態を犯してしまいました。川原ディレクター、キングはまだ来ないの？はい、連絡もつかなくて。なんと6時間遅刻したようです。そして遅れてきた本田さんに川原さんは大激怒。お前、6時間の遅刻ってどんだけ茂木社長の時間を無駄にしたか分かってんのか？はいはい、帰ります。二人ともやめてくれ。この結果二人は絶縁しました。この時点で本田さんは前日の林社長との約束を反故にしたにも同然ですが、その後谷本社長とも揉めました。谷本社長、何でしょう話って。約束の時間から30分遅刻してるんだけど、まあそれはいいとして、投資について何の進展もないからどうなってるのかと思って。110万は使っていますけど、40万を生活費などに使い込んじゃって、今残ってるのは70万くらいです。は？なんで生活費に使ってるんですか？投資に回すお金を貸したはずですけど。とりあえずこれ以上お金を預けてても無駄に使われるだけなんで、その70万を今すぐ返してもらえますか？しかし本田さんはいつもの難癖をつけて一向にお金を払おうとせず、さらにとんでもないことまで口にし始めました。そのお金は連帯保証人になっている川原ディレクターに請求してください。何言ってんすか、あなたが今持っているお金を返してってだけの話ですけど、そこで川原ディレクターの名前が出てくる意味がわかりません。この理由は単純に本田さんの支援でした。だって俺のことをバカにしたあいつに腹が立ってるし、二人の揉め事と僕は関係がありませんよね。ただこの時点では企画の継続は決定していたはずでした。しかし谷本社長が事前に動画を本田さんに送った結果、本田さんは激高してしまいました。おそらくこの画像を見てプライドを傷つけられたと感じたんだと思います。なんだよこれ、クソ野郎って。そして本田さんは SNS 上で谷本社長を攻撃し始めました。谷本社長は本当にクズ野郎だ。これに対し谷本社長は徹底抗戦する構えを見せました。誹謗中傷が僕の妻や社内スタッフにまで及んだので刑事告訴しました。また民事裁判も開始します。このような状況ということもあり、現在お金に相当困っていると思われます。もともと借金が100万以上あるんだよな、なんとかしないと。ただ天は本田さんを見捨てていなかったのか、歌舞伎町にあるホーキンスでホストとして復帰することができました。え、いいんですか？はい、よろしくお願いいたします。良くも悪くも知名度自体は高かったためか、グループ内新人ランキングで2位の座に輝いたこともあります。ご来店ありがとうございます。あ、本当にキングがいるんだ。せっかくだから示してみよっか。そうだね、怖いもの見たさにって感じで。ただそれもバブル景気的なものなのか、それともリピーターをつける実力がないのかは不明ですが、ランキングが徐々に下がり続けているみたいです。ねえ、次はないかな。そしてこのような状況に本田さん自身も危機感を覚えているかもしれません。なんとか5位キープだけど、そろそろヤバタニエン。以上のような状況から今後ホストで稼ぎ続けることは難しい可能性が高いと考えられますが、それ以外にも SNS でのライブ配信を毎日のように行っているようです。今日はサブスク限定のライブです。どのくらいの収益かは不明ですが、多少はこれで稼いでいると思います。またアフェリエイターとしての活動もしているみたいです。英語力をどうしても上げたいって人はこちら。ちなみにまだ東大理3に合格する夢は諦めていないようです。よし、次は過去問。さらに名前が似ているというだけで元サッカー選手の本田圭佑さんに便乗するかのような動きをとっています。プロフェッショナルは圭佑本田ではなく祐介本田。
そして本田さんの知名度が上昇したのは前日の YouTube の動画に出演したためですが、自身でもチャンネルを開設しており、よくわからない動画をたびたび投稿しています。ゆうすけ本田、どういうことか。今後プロフェッショナルをゆうすけ本田にしてしまえばいいんです。ただ自身で盛大にバズらせる力は持っていないらしく、収益もスズメの涙程度だということは一目瞭然です。その状況を何とかしようと思ったのか、本田さんはいよいよあれに応募しました。知名度あるし、バズらせる自信あるから絶対に大丈夫だろう。あれとはブレイキングダウンのことで、本田さんは13のオーディションに出演していたみたいです。そして参戦前の意気込みを動画で発表しました。キングさん、ブレイキングダウンのオーディションに応募したようですけど。僕よく知らないんですよね。え、そうなんですか。朝倉未来さんの名前くらいは知ってますよね。ギリですかね。まあその程度の知名度なのかなって思ってます。まあ僕が一番数字を持ってるんで。普通に考えたら朝倉さんの方が圧倒的に数字を持ってるけど、令和の虎とかをバズらせたってのが自信になってるんだろうか。ただそのオーディション動画を見たところ、本田さんは大変驚き、怒りを覚えたみたいです。なんだよこれ、全カット。顛末は本田さんの発言通りですが、その時オーディションでは何が起こっていたのか、本田さんの発言をもとにまとめてみました。はい、まずは自己紹介をお願いします。令和のバズる男、本田雄介です。は？僕が出たらバズるんで、ひな壇に座らせてください。誰か戦いたい人はいますか？いません、誰も知らないんで。ちなみに本当は戦う気がなかったようです。そうですか、じゃあ次の方どうぞ。そして次の応募者に移った時、事件が起こりました。やんのかてめえ。上等だよ、やってやるからかかってこい。こうして応募者とひな壇に座っていた出演者が揉めたようです。その隙を見計らって本田さんはひな壇に座ったようです。当然ですが、この行為で本田さんは相当怒られました。何勝手に座ってんだてめえ。痛い。本田さんにとってはここが見せ場、つまりバズりどころだと判断していたようです。それにもかかわらず全カットされた仕打ちを受けて、本田さんは怒りの動画を投稿しました。ブレイキングダウンには二度と出ません。俺は全カットされたことよりも、それを事前に言ってくれなかったことに怒ってるんです。このカットの原因は不明ですが、大してバズる要素がなかったと判断されたのだと思います。今更だしな、キングのブームはとっくに終わってるし、取り上げる必要もないかな。さらに本田さんは現在宿なしに逆戻りしているという噂もあります。8月で半年だよね、契約更新はなしで。あ、なんでですか。その証拠に本田さんは8月 SNS にて林社長と絶縁したと思わせるような投稿をしました。林社長のフォローを解除しました。更新されなかった理由としては主に2つ考えられます。1に関しては前日の通りですので、2を考察していきます。それは本田さんがまだどっこい翔平チャンネルに出演していた時のことです。車で寝泊まりしてるって、ちょっと見せてよ。何？嫌なの？ちょっと散らかってるんで。ちょっとどころの話じゃないじゃん。そうですね。ちなみにその駐車場には本田さん自身が所有していると言い張っていた車が2台ありましたが、そのうちの1台はお父様のものでした。そしてその車にも漏れなくゴミが詰め込まれていました。あいつが無電で使用して鍵も一向に返さないんです。そうだったんですね。このようなことを見る限り、本田さんが部屋をきれいに使っていた可能性は限りなく低いと言えるでしょう。キング、何これ。借りてるのは僕だよね。こういった状況もあり、林社長は本格的に本田さんを見放したのかもしれません。このようにホストとしても YouTuber としても需要は減り続け、生活も窮地になっていくと予想される本田さんですが、とある疑惑を指摘するネット民も存在します。キングって確定申告とかちゃんとしてんのかな。
あの感じでまっとうにやってるとは思えないんだけど。わかんねえけど、誰かが税務署に密告したらアウトな気がするな。このような脱税疑惑まで飛び出していますが、真偽は不明です。ただ申告をしていなかった場合、本田さんはさらに逆境に立たされることは間違いないでしょう。これから待っているのは苦難の連続でしょうが、これまでの経緯を見る限り、本田さんはそれでも態度を変えないのではないかと思います。みんな俺の価値が分かってない。俺はプロなんだぞ。ただこのままでは現実世界でもネット上でも居場所がどんどんなくなっていく事態になる、いやすでになっているのかもしれません。最後に本田さんに関して、大多数の方が思っている内容を考察して今回の動画を終えたいと思います。そもそもなんだけど、なんでキングはいろんなやつとコラボできるんだよ。あんだけ各所に失礼ぶっこいてるのに。その理由は主に3つ考えられます。1と2は特に紹介する必要もないので3を述べていきます。それは取り合いなグループの三浦哲郎会長の YouTube チャンネルに茂木社長がゲスト出演した時のことでした。仕事を探すためにここに来てるんだよね。真剣味が感じられないし、プレゼンしてもらってもあなたのことは何もわからない。ただの時間の無駄だったなって思うよ。過去に会ってきた中で一番やばいな。え？キングさんよりもですか？かなり。どういうところが？コミュニケーションのできなさがキングよりもずっと下ってところかな。彼は動画で見る限りだとめちゃくちゃやばいやつだけど、裏ではちゃんとしたコミュニケーションが取れるんだよ。もしかしたら視聴者の立場では決してわからない本田さんの良さがあるのかもしれません。令和の虎ってもともと結構見てるんだけど、キングの動画は一回しか見てねえんだよな。下田くんって志願者がいてさ、その子が出演した再生数を抜かしてもらいたくなかったからだけど、ものの見事に抜いちまったぜ。俗に言うやべえやつを出した方が再生数取れますから。ただ現在では本田さんのような方を見せ物として出演させ回数を稼いでいると批判する声も多々あるようですね。だな。でもさ、そうやってバズったやつってすぐに飽きられちまうんだよな。その代表がキングの気がするぜ。あと茂木社長は裏でコミュニケーションが取れるって発言してたけど、そもそもの常識がねえのはどうなんだろう。いくらなんでも時間にルーズすぎんだろ。実際茂木社長も6時間待たされちまったし。時間を守らないのは人として絶対にやってはいけないことの一つですよね。いくらキャラにインパクトがあっても常識がない人間はいずれ消えていく。形は全く違いますけど、フワちゃんもそうですしね。